林道勝屋敷屋と林修亭は戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。小田氏の家臣。通称は新五郎、壮年期以降は沢渡守の受領名を名乗る。父に林通康、弟に林道友、も、子に林通生、林和義がいる。長年、道勝と伝えられてきたが、正しくは修亭であり、 松永久秀の家臣の林道勝と混同されたと考えられている。林氏は尾張かすがい軍沖村を本願とする土豪であった。父、林通康と共に、修帝は織田信秀に仕えた。政治手腕や外交と軍団まとめ役として、信秀の信頼が大隣後に重心となる。幼少の織田信長に名古屋城が与えられた際に一番家老としてつけられた。 二番家老は平手正秀であり、まさしく信長の貢献役である。天文十五年に行われた小当たり城での信長の元服では、海添役を務めた。当時の小高診断の例に漏れず、終廷も信長の気候には頭を痛めており、天文二十一年に信秀が死去すると信長の弟である、診療用率を格索するようになる。工事元年に信長が、 織田信友を殺害して、清洲城を占拠すると、名古屋城の留守居役に任せられた。1553年2月25日に二番家老の平手正秀が亡くなった後、織田の部活よりとなる。その後も、織田氏の処分家を休行するなどして、戦国大名として、頭角を表し始めた、信長であったが、終廷の不安と不満は解消されなかったようで、工事2年に、 柴田勝家や弟、道友らと共に、織田の武勇を擁立して挙兵するが、稲尾の戦いで敗北する。もっとも、修帝自身は稲尾の戦いには参戦しておらず、参戦していたのは、勝家と道友であり、修帝の動向は不明である。修帝はあくまでも参戦せずに生還していた。なお、稲尾の戦いの前に林兄弟の不穏な動きを、 察知した信長は、伊保兄弟の織田信次と二人だけで、名古屋城を訪れ、これを好奇と見た道友は、信長を襲って切腹させようと主張する。しかし、修帝は、三大法恩の主君に手はかけられないと反対し、信長は、無事に帰ることができた。稲尾の戦いの後、信長からは許されて勝家と共に、宿老の立場に据え置かれた。 信長に謝面された後はこれまで、道理、織田家の火災として、清須同盟の立会人等の外交や行政面を中心に活動した。修帝は軍人というよりは政治家であり、信長が発給した政治的文書には常に署名している。そのため武将としての派手な活躍機会は非常に少ない。ただし全く軍人としての働きがなかったわけではなく、信長後期では、 ハリマ関場上攻防戦など預かながらも出陣した形跡はある。ただ、おそらくは軍艦か軍滅家、小爪など予備部隊を率いる武将として従軍していたのではないかと推測される。政治的には信長からかなり重きに置かれており、信長が足利義明を報じて上落した際、信長の重臣と義明の重臣が基調文を交わした際には、 修帝が一番に署名している。時継狂気によると、山品時継が信長に配置する際には常に修帝が奏者、取締役を果たしたとされている。信長が開く茶会においても、修帝は他の重臣とともに招かれるのが常であり、天正7年に安土城の天守が完成した際に、信長は修帝、村井貞勝の両名にだけ天守の見物を許しており、 少なくとも追放の前年までは、信長との関係は良好だったことが伺える。修帝は行政官として堅実な手腕を持っていたことが、信長に評価されたものと思われ、天正3年11月に家督が、織田信忠に譲られるとともに信忠付となった。その後は与えられた所領の面では、柴田勝家、佐久間信盛明智光秀、 橋場秀吉などに追い抜かれていくが、過労う等としての地位を保っていた。天正8年8月、信長から24年も過去の信業擁立の無本の罪を問われて追放された。この追放劇に関しては、理由が24年も前の事柄であるためあまりにも難癖じみており、その真相については不明な点が多い。信長後期では、被災は千年。 信長交互迷惑の折り伏し、野心を含みモースのゆえなりとある。つまり信長がかつて、信長法位網で窮地に陥っている時に謀反を、企てた敵と通じたというのであるが、この記述はあまり信用できない。一説に、修帝が老齢で役に立つことが少なくなった、実力主義を採用していた信長にとって、修帝に汚名返上をしない働きや、 現在の動きに不満があったという説があるが、それなら、強制的に隠居させれば済む話であり、小田軍団に同様を招く追放にした理由は、不明である。京都に居住し、南部勝都市と解明したり、秋国に身を移したりして、余生を過ごしたとされる。ただ追放された時の終定はすでに高齢であり、身に応えたためもあってか、追放から2ヶ月後の10月15日に死去したと、 言われるが、定かではない。現在も、広島市内に、墓石がある。弟、道ともを描いた、林美まさか守像のさんによれば、去年は68とされる。いずれも役名は、林道勝。ありがとうございます。